どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで ANA がですね、ダイヤモンドステータスを延長発表へということで、まあ発表じゃないんですよね。今回ですね、この ANA のね、ダイヤモンドステータスね、延長される方がいらっしゃるんですけども、今回は発表っていう形ではなくてキャンペーンっていう風になっておりまして、対象者限定でですね、あなたは ANA のダイヤモンドステータスね、延長しますっていった形で、対象者限定で今回ね、キャンペーンが来ているっていう風になりますんで、本日の動画ではこちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、対象者限定という形でですね、 ANA のダイヤモンドステータスのね、延長がねされるっていった形になるんですよね。ですのでこちらはですね、どういった方に来てるかとか、またねステータス基準もね一切わからないっていう風になっておりますんで、まあ、私はね ANA のダイヤモンドで今年 ANA のねダイヤモンド修行しましたけども、でまだね動画にはしておりませんけども、無事ね ANA のダイヤモンド修行の10万プレーンポイントの獲得に関してはもう済んでるんですよね。まだ積算はまだされてないんですけども、飛行機に乗るっていう修行自体はもう終えてるんですよね。ですので、まあこういった感じで、まあ修行している方に今回のキャンペーンを当てているのか、まあそうじゃないのかも全然わからないっていう風になりますんで、今現在ね、ANA のダイヤモンドの方はですね、チェックしていただいて、ぜひね、来ているかどうかですね、またね、ブロンズとかプラチナとかですね、ステータス保有されている方で、まあ、同じような、ね、キャンペーンが来ている方いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、コメントで教えていただければなと思います。でですね、今回のこのキャンペーンの詳細なんですけども、こんな感じになっておりまして、ちょっとねモデルの方なのか何なのか、ちょっと人が写ってますんで顔を隠させていただいておりますけども、こちらキャンペーンっていった形になっておりまして、2022年度ダイヤモンドサービスメンバーにご招待ということで、キャンペーン期間がですね、記載に記載があると思うんですけども、2021年の11月の15日からですね、2021年の12月31日までがこのキャンペーン期間っていう風になっております。でこのキャンペーン期間なんですけども、この期間中にですね、エントリーをしていただかないとこのダイヤモンドのですね、延長が受けられないっていった形になってるんですよね。ですのでこちら特典はですね、2022年度のダイヤモンドステータス延長っていった形になるんですよね。でですね、こちらエントリーが必須ということで、この11月の15日から12月31日までにこの申し込みをねされると、2022年度のね ANA のねダイヤモンドが1年間ね延長されるっていった形になるんですよね。ですのでひとまずですね、 ANA のダイヤモンドねステータス保有されている方はですね、 ANA のねマイキャンペーンのページをね見ていただいて、このキャンペーンですね来ているかどうかですね、ぜひねチェックしていただければなと思います。まあダイヤモンドの方なのでチェックの仕方わからないっていう方はねいらっしゃらないと思うんですけども、一応ねこれにね出しておきますね。一応ここでANA のねマイレージアプリのマイレージの画面からマイキャンペーンっていうのをクリックすると、こちらのね今回のキャンペーンが出てくるっていった形になっておりまして、こちらに出てこないとですね、キャンペーン対象外っていう風になります。でこのエントリー期間もですね、先ほど言った通り約ね1ヶ月半っていう風になっておりますんで、こちらね終了してしまうとですね、こちらのエントリーすることができないということで、ステータスの延長も受けられなくなるっていう風になりますんで、この点はね注意してください。で延長されるということで、延長される期間は2022年度ということで、2022年の4月の1日から2023年の3月31日までですね、 ANA のダイヤモンドステータスがですね利用することができるっていった形になるんですよね。ですね、もう丸々ね1年間 ANA のねダイヤモンドステータスが延長されるっていった形になるんですよね。でですね、今回の発表でまあ来ている方はですね、このキャンペーンにエントリーすればダイヤモンドステータスね1年間延長することができますよね。で私みたいに2021年に修行されて ANA のダイヤモンドね防衛された方と、まあ、この延長された方の差があるかどうかっていう話なんですけども、ダイヤモンドサービスメンバー特典っていうのがありますよね。まあ、こちらがね利用することができるって言った形になるんですよね。まあ簡単に言うとね、これだけって言った形になりますんで、ステータスをね延長された方はこのダイヤモンドサービスメンバー特典っていうのが利用することができないって言った形になるんですよね。まあそれ以外はですね利用することができますので、まあちょっとね2021年にダイヤモンド修行ねされた方はですね、ちょっとねやらなくてもね
良かったっていった形になるんですよね。まあもちろんダイヤモンドサービスメンバー特典はね、利用することができないわけなんですけども、まあステータスがね、延長されればですね、まあほとんどの方はね、修行しなかったと思いますので、まあちょっとね、残念な部分もね、あるかなというふうに思いますよね。で、今回のね、キャンペーン申し込まれた方はですね、2022年の3月ぐらいにですね、ダイヤ達成の案内がですね、ANA から送られてくるっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、ANA が対象者限定でダイヤモンドステータスをですね、延長を発表したっていった形になるんですよね。まあ延長発表したというよりかは、対象者限定でキャンペーンを出したっていった形ですよね。まあね、ちょっとかなり異例ですよね。このダイヤモンドっていうか、まあこのステータスをですね、人を選んで延長させるっていう風になっておりますんで、まあこれね、対象者がどんな感じになってるか全然わかんないので、ちょっと荒れそうな気がしますよね。しませんか？どうでしょうか？私はちょっとね、これ怒る人とかも出てくるんじゃないかなっていう風に思うんですよね。ちょっと対象者限定でね、2021年の頭も確かプレーンポイント2倍キャンペーンを対象者限定で確かやりましたよね。うん、その時もね、かなりこれ苦情入ったと思うんですよね。はい、私の動画のコメントにもね、かなり辛辣なコメントが、ね、たくさん来ましたので、まあそれはそうですよね。まあANA のダイヤモンドステータスを保有されている方は全員に送ってるんだったら別にいいんですよね。はい。なんですけども、ANA のダイヤモンドステータスを持ってるにもかかわらず、これが来なくてステータスが終わるっていう人がね、もしかして出てきてしまうのであればですね、いや、かなりね、批判されてしまうかもしれないですよね。なんでこんな風にしたんだろうな、ちょっとね。わからないですね。もうなんででしょうね。普通にステータス延長じゃダメだったんですかね。本当にここを中途半端にやるんだったらやんない方がね、今年は2倍キャンペーンもやっておりましたんで、その方が良かったんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ今回ね、こういった感じでキャンペーン来ておりますので、ぜひね、どんな感じになってるかですね、ご自身のマイキャンペーンページね、チェックしてみていただければなと思います。ぜひね、何か思うことがあればですね、ぜひこの動画のコメントね、いただければなと思います。またね、今回 ANA がね、こういった、まあ、発表というかキャンペーンをね、打ち出してきたというふうになりますんで、まあ、もしかしたらですね、JAL のね、動きも何かこの後ね、あるかもしれないですよね。いやね、かなりね、注目ですよね。ですね、まあ今回ダイヤモンド、私ダイヤモンドでこのキャンペーン来ておりますんで、プラチナとかブランズの方とかね、また SFC の方とかね、全然わからないですけども、まあこれどうなんですかね、来てるんですかね、どうなんだろうな、うん、本当に全然わかんないですね。まあ、ということで、まあ、とりあえずですね、今回ね、ANA のダイヤモンドのね、延長のキャンペーンがね、来ているっていう風になりますんで、まあ今後もね、ちょっとこの、まあおそらくですね、今年、今回ね、このキャンペーンで延長が発表されましたよね。まあキャンペーンで対象者限定ですけども。ですので、まあ来年以降もですね、まあプレーンポイント2倍キャンペーンであったりですね、下駄履き、まあ今年みたいにですね、ステータスチャレンジみたいなのも、もしかしたらまたあるかもしれないので、またね、そういった話がありましたらですね、この動画でね、解説やっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録ね、しといていただければなと思います。ということで、今回はね、速報ということで動画ね、撮らせていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。